北海道優別高等学校は北海道門別郡優別町にある公立の高等学校である。学科は普通科、中高一貫性男女教学。優別高等学校は1953年に設置許可され、1955年、上優別高等学校の廃止により、定時制、家庭4学級を閉置。また、1956年、 下、も、優別高等学校の廃止により、同校職員生徒を併合し、同年同立移管となる。2005年度から優別町内の中学校3校と、中高一貫教育の実施を目指した、実践研究を行っている。2009年に、旧優別町と旧上優別町が合併するまで、複数の市町村にまたがる、中高一貫教育としては、北海道う初の取り組みであった。 STG プログラムを実施している。STG によるキャリア教育とは、中高一貫教育の中で、児童生徒の勤労感、職業感を育成するプログラムである。中学校と高校の連携北海道教育庁、新しい高校づくり推進室、平成25年3月北海道、有別高等学校学校案内、第13回エネルギー教育賞最優秀など4校。 表彰。電気新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.denkishimbun.com スラッシュエネルギーエデュケーションアワード。結果2018-2019年3月12日。閲覧。ありがとうございます。